熊本市にある九州フィナンシャルグループの本社ビル。そこには見慣れない銀行の看板が。失礼します。ハローキャスターが中へ入ると。はじめまして。イーサン銀行熊本支庁長の山崎と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。台湾の民間金融機関イーサン銀行、台湾での中小企業向け融資でトップシェアを誇り、日本ではすでに東京と福岡に拠点を設けています。そのイーサン銀行が日本で3カ所目の拠点に熊本を選び、今月出張所を開いたのです。その訳とは。九州のですね、半導体産業というのは今後の大きな可能性を占めておりまして、イーサン銀行の熊本出張所にとっても大きなビジネスチャンスだと考えています。きっかけは台湾の半導体メーカー TSMC の熊本進出。九州フィナンシャルグループが試算した TSMC などの進出による熊本への経済波及効果は10年間で11兆2000億円と言われています。半導体のサプライヤーの方から、熊本の、市場であったりとかですね、あとはその投資についてのやっぱりお問い合わせが多くございますので、熊本にその投資をしたいということで考えていらっしゃるお客様もいらっしゃるようです。出張所は4人体制。九州への投資を進める台湾系の企業に対し不動産融資などを手掛けます。そして熊本から台湾へ進出を検討する地元企業と現地のチームとの橋渡し役を目指しています。莫大な額の経済効果っていうのもすでに試算されてますけど、もうそれを実現するためにイーサン銀行さんとしてはもうどんどんこう協力していきたいっていうような感じなんですか。はい、そうです。イーサン銀行としましても、やはり今後その九州の半導体の発展を支援していきたいという気持ちもありますし、まずはその、熊本の皆様のにイーサン銀行を知ってもらいたいですし、台湾のことを知っていただきたいというふうに思っております。申し上げます。乾杯。先週開かれたイーサン銀行熊本出張所のグランドオープニングセレモニー。Thank you very much. イーサンいいね。木村知事や熊本市の大西市長、熊本の経済界のトップが集い、期待の高さが伺えます。こういうつながりができることが一番これからの熊本台湾双方にとって企業が進出しやすい、取引をしやすい環境ができていると思いますので、最後我们是希望熊本因为整个 TSMC 整体的投资，它可以逐渐的发展成为一个科技的城市。熊本と台湾、イーサン銀行の出張所が連携を後押しします。